こんにちは、ひかりです。今回もね、おもちゃのリサイクルショップトイプラネットに行ってきたので購入品紹介をしたいと思います。今回はね、前回この店舗に行ってから3日ぐらいしか経ってなかったので、正直ね、ゴールデンウィークの半ばということもあって、やっぱ全然なかったですね、あんまり、特撮物とかさ、なかった、そういう日とかもなかったんだけど、その中で買い物してきました。まずこちらですね。バラン、また買ったのって思うかもしれないけど、同じ店舗にもう1個ありました。なんと、はい、容器バージョンのね、封印の手裏剣がついてました。ちなみに、以前購入したのがこちらでして、まあ、この二忍者のバッグは一緒なんだけど、これが違うんですよ。これが欲しかったのがまさかの揃っちゃいました。ガチャ回さずに、はい、これ100円でしたね。このね、入れ物っていうかバッグ自体もね、二忍者グッズなんかを入れて楽しもうかなと思っております。次は今回特にね、買うものがなかったので、まあ、ジュオージャーの、変身アイテムですね。キューブチェンジャーだっけ。これが、まあ、100円ということで、一応2個買ってきました。特にね、まあ、フィギュア欠品してますがあるんだけど、まあ、フィギュアは、まあ、いいかなっていうか、はい。続きましては、ちょっと100円コーナーでちょっとね、ちょっとなんか、古いものを買いましたね。はい。こちらです。雑貨コーナーにありましたね。はい。ミニ四駆レース鉛筆ってことで、あ、ミニ四駆、まあ、トミーが出してるんだ。ミニ四駆の、何、レッツゴー。まあ、あれですね。スーパーカー消しゴムの、何ていうの、最新版みたいな。もう、これはもう、打つ専用のやつでしょ。まあ、なんだろう。スーパーカー消しゴムってさ、こういうペンでさ、やるわけじゃん。なんかその、打つ専門のなんか、こういうシューター、スプリングパワーが変えられる機能付きのハイグレードシューターって、もうこれ学校持ってったら怒られちゃうよね、これ。ただのおもちゃだもんね。で、こういうね、これ消しゴムなのか、多分消しゴムじゃなさそうだな。これは消しゴムじゃないから学校に持っていけないかもしれないけど、この鉛筆は持っていけるけどね。カメラサーチ、ファース、なんか面白そう。これだけで遊べそうかなと思って。限定品、まあ限定品なんだね。なんかわかんないけど、これはね、普通にスーパーカー消しゴム自体が楽しそうだったんで買いました。まあ定価も500円なんですけど、まあ100円で購入しました。中身も揃ってたんでね、袋は開いてたけど、よかったです。まあスーパーカー消しゴムは普通に遊びでやっぱ楽しいですよね。こうやって弾く、なんか単純だけど、あれはあれ楽しいから、もっといろんなおもちゃ、トミカとか使ったりして、こういうシューターもさ、もう別に学校とかっていうルールの縛りがちょっと少ないから、もっといっぱいやりたいんだけど、普通に遊ぶ友達がいないと結構一人でやると寂しいんですよね。次がこちらですね。ちょっと曲がってんなこれ、大丈夫か。はい、マホキシーだっけ、コッコの最終進化系だよね。まあモンコレですね。はい、100円だったんで、まあこのでかいやつを買いました。でかいモンコレですね。はい、という感じになってる。はい、あとはこちらですね。こうか、シャクレルプラネットのクジラですかね。はい、まあこれも100円なので、まあそんな安くないんだけど、まあ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 買うものがあんま今日はなかったので、まあ100円であれ買いました。はい、次はね、これですね、ワニですね。そしたらこれね、首っていうか口が稼働するから、てかこれアニアなんですよ。アニア、トミが出してるアニア、宝トミが出してるアニアですね。アニアのワニ、これね、アマゾンのカートに入れて買おうかなと思ってたやつだったんですけど、偶然あったので、はい、買いました。あとはね、ガチャポンの、200円のガチャポンかなのおもちゃたちなんですけど、はい、だから1個200円が定価なんだけど、100円で買ってるんだけど、まあいいかなって、半額、まあガチャ回すと思えば、まあ犬パンシリーズですよね、これ。かわいいね。ホットドッグ。で、なんか、猫とケーキのやつですね。これ、バンダイが出してるんだ、このシリーズって。かわいいですよね。普通にガチャで回してもいいレベルですね。はい。あ、いいレベルっていうか、いいレベルだから買ったんだけど。次、これですね。なんか、かぶり物した猫。これなんか結構見ました、昔。これもかわいいですね。これはどこが出してるやつ？これもバンダイですね。バンダイ結構動物系出すんだね。かわいいですね。そしてこれもかわいいよね。
かわいいですね。猫カフェかなんかかな、これ。よくわかんないけど。かわいらしい。で、ちょっとこれは未開封なんですけど、いや、犬パンですね。犬パンと犬バーガーみたいな。これもパン、パンか、犬パンか。犬パン。確かこれって全部1回200円ですよね。200円なのこれ。めっちゃ良くないか、これ。クオリティも高いし。まあでも、半券とかがないから、特に。200円で出せるってわけか。いいね。これはね、もう普通に、動物フィギュアの一つとして、アニアとかに混ぜて遊びたいと思います。これとかも普通にもうアニアとそんなさ、ね、これだって200円でしょ？で、これが定価400円ぐらいでしょ、だいたい。トミカと一緒だから。ね、倍だけど、まあまあまあ、この稼働ギミックっていうのはでかいけど、まあね、コスパはこっちがいい気もするよね。でもまあこれはこれでかっこいいよね、アニア。よくできてるんだよ、アニアって。うわぁ、すっげぇ。はい、なんかね、まあなんか、動物フィギュアとかがいっぱい売ってるコーナーがあるんですけど、そこでまあ、時期がいいやつとか、うん、さっきみたいに可愛いやつとか、あとアニアとか探して、あと白石とか探して、買ってますね。結構ね、探すの大変なんですよ。100円ショップとかでさ、3個100円とかで売ってるさ、ちょっと出来が微妙な、あるじゃん、動物のフィギュア。そういうのもいっぱいある中から探さなきゃいけないんで、結構大変ね。結構ね、出来がいいやつはここにもあるんですけど、でもね、やっぱね、パッと見でわかるね、うん。あ、いいやつだ、そうでないとか。うん。よかったです。はい。ということで、今回はちょっとね、地味なんですけど、まあ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 、たまにはね、たまにはっていうか、毎回でもこんな感じでいいかなと思います。はい。いや、文句、あ、そうだ、ちょっと実はね、ポケモンのフィギュア系ね、なんか800円で大量に詰まってるやつをね、オフハウスで買ってるんですよ。だから今度それも紹介しますね。はい。あ、マホクシーね。使ってたっけな、俺、マホクシー。確か使ってたな、ポケモン。はい。まあ、こんな感じで。動くんだって。結構ね、最近のモンコレ高いからね。なんか、低下っていうかさ、でかくなったじゃん、モンコレも。結構。だから、高くなってはいるんだけど、あと最近のポケモンはそんな知らないっていうね。ウルトラサンムーンまだやってないからさ、今度やろうかなって思ってんだけど、まだ安くなってないから、サンムーンが最近異常に安いよね。だからまた買おうかなと思っております。で、これはちょっと楽しそうじゃない？これ消しゴムじゃないでしょ、もうね。スーパーカー消しゴムみたいな感じで。カー消しでしょ、カー消し。の、もう最終進化みたいなもんでしょ、これ。このね、このさ、爆走兄弟レッツゴーとかって、これもう結構最近だもんね。何年ぐらいの音声だ、これ。もうスーパーカー消しゴムの最後の方でしょ、これ。あ、一応さっきの消しゴムなんだ。レース消しゴムって書いてあるわ。あ、レースするんだ。ノートなどを置いて周りを面白いよね。そういうなんかあるものでさ、コース作って、いや、友達がいたら一緒にやるんだけど、まあ友達がいたとしても一緒にやってくれないよね、大体。ね、スーパーカー消しゴムで遊ぼうぜ。まあ小学生だよみたいな。やだよ、みたいに言われるよね、友達がいたとしても。そう、一人でね、やるとね、うまいちゃうんだね。限定品。いいよね、なんか限定品って書いてあると得した気分になるけど。なるほどね。良さげです。はい、良さげです。ということで、はい。魔法士。あと、これ、今安いですよ。重要じゃん、変身アイテム。今が底値っていうか、100円か、あとね、セールの時は100円のおもちゃが全部150円になったりするセールがあるから、50円でも買える時もあるかもしれないんだけど、まあ、これ、キューブチェンジャー。これはもう、俺ね、4つ持ってんのかな。この2個合わせて4つ目なんで、もう、あと1個買えば5個揃うんで、そこで打ち止めですね。はい。まあ、こんな感じのね、犬パンとかもね、買っちゃってるんで、普段ならね、200円のやつなんで、100円ではなかなか、リサイクルショップでは買わないんですけど、今日はね、せっかくね、お店に寄ったのに、で、いつもトイプラネットで買い物するときは、もう入ってなんか買う買わない関係なしに、
もうカゴ持つんですよ、うん、大体カゴ埋まるんだけど今日はねカゴが全然埋まんなくて、うん、大変でした。はい、初めてカゴに入れたのはこのマホクシーです。あれ首が痛いことになってる。ここだ、マホクシーじゃないか、ごめん、マホクシーのもう一個進化かもしれない。あ、マホクシーだっていうかちょっと名前わかんないわ。フォッコの最終進化ってことはわかるんだけど、そうそう、魔法使えんだよね。エスパーだっけ、炎エスパーだっけ、こいつ。忍者結構ね、このバッグもよくできてんだよね。子供が使うにはほんとね、外でも使えるレベルがいいんだけど、まあ大人が使うとね、ちょっとね、この封印のね、この容器、これが何、これは何、どういうんだっけ、よく覚えてないんだけど、まだこれがあれか、まあいいか、うん、はい、今回もね、購入紹介していきました。よかったらね、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた。Please subscribe.